倉間線は、京都府京都市左京区の宝ヶ池駅から、倉間駅までを結ぶ永山電鉄の鉄道路線である。京都市中心部から、市原駅付近までの生活路線を呼び、倉間寺や木船神社への参詣、交絡路線である。二軒、茶屋駅付近までは山っをそ走るものの沿線に、住宅地が広がり都市近郊路線の趣きがあるが、同駅以北は50パーミルの勾配がある。 山岳路線となる。ただし、市原駅付近までは、沿線の住宅地開発が進んでおり、山深さはない。秋の紅葉の時期に、市原駅にの生駅間で見ることができる、もみじのトンネルは、木船もみじ道路の期間中にライトアップが行われ、夜間にこの区間を走行する際には、車内灯を消して徐行することにより、その眺望を楽しめるようにしている。 周辺道路が境愛であることから、休日や観光シーズンには並行している。クラマ街道では慢性的な交通渋滞が発生するとされ、クラマの日祭りの最高時は、クラマ周辺の道路が通行止めとなるため、地区への出入りは道路線が重要な交通手段となる。平日ダイヤと、と休日ダイヤの二つを基本としている。 すべての列車が永山本線から直通する。2021年9月18日改正時点のダイヤでは平日と休日とも昼間時間帯は全列車が出町柳駅倉間駅間の列車で15分間隔で運転される。夜間には2軒茶屋駅発着や車庫のある永山本線の修学院駅発着となる列車もある。 2021年1月30日のダイヤ改正前は、平日ピルマ時間帯はデマチアナギ、出町柳駅倉間駅間、出町柳駅2件茶屋駅間の列車が、それぞれ20分間隔で運転されていた。平日ピルマの出町柳駅発は、1時間あたりクラマ、倉間線倉間駅行き及び2件茶屋駅行きが、各3本運転に対し、 永山本線やせ比叡山口駅機は3本で、永山電鉄本来の本線であるやせ比叡山口駅発着列車よりも2軒、茶屋駅発着列車の本数の方が多くなっていた。お盆や年末年始は平日でも、と休日ダイヤで運行されることがある。また、観光シーズンには特別ダイヤが組まれることがあり、その場合は平日は、 出町柳駅、倉間駅間の列車が15分間隔と、下校時に合わせた出町柳駅2軒茶屋駅間の折り返し列車が、休日は最大で出町柳駅、倉間駅間の列車が12分間隔で運転される。2004年からは原則として、すべての列車がワンマン運転を行っているが、他客時は茶屋間駅、または出町柳駅から、 市原駅までの区間で車掌が乗務することがある。駅番号は2008年10月19日から実施。なお、宝ヶ池駅には、映座日本線としての良、e、い06だけが与えられている。木船口駅と倉間駅は、日中時間帯に駅員が配置され、その他の駅はすべて無人駅。ありがとうございます。